しまなみ海道。今見て、あの橋がいっぱい並んで、しまなみ海道を朝日の輝く中今から通っていきます。今日は3日目。はい、3日目が始まりましてですね、ガズラジを撮って、今治を今出た、はい、そしてこれからしまなみ海道を撮って、山陽っつの、あれ山陽エリアっていうの、山陽だよね、なんか岡山とか倉敷とか、そっちを撮って、はい、大阪にこれから向かう、はい、向かう先はガズレレの T シャツとかトートバッグとか、まあ過去にはね、ガズレレウクレレリュックとか一緒に、商品企画をして、今もね、いろいろあのグッズをちょっと、お願いしている、方の、エリアにですね、はい、いろいろちょっとこう探り寄りに挨拶をして、いろいろちょっと今日もおおすごい見て、なかなかこれすごいね、あらららら、あの真っ正面の、そしてこっちが、こっちの朝日も見てください。今日朝日もね、ちゃんと見えましたよ。朝日すごいよこれ。ほら、しまなみ海道の朝日すごい。すごいね。これだからもうバリバリ瀬戸内海。そうだね。ほら、あの上のあれがすごいよね。ね、すごいね。これもうなんかスターウォーズのあの白いなんか馬みたいな、馬だかなんか牛だか知らんけど。あれみたいだ、どれ見てもスターウォーズみたいだな、橋はな、スケールが高いもん、ね、で、こういう橋がいくつもあるんだ、多分、うん、それをこう、まあ乗り継いでいくわけでございますよ。で、また本州に入るわけですね。そうそうそう、まあしばらくこれ続くと思うね。すごい。じゃあそんな感じで、大阪へ安全運転で、はい、大阪へレッツゴー、レッツゴー、イエーイ。到着です。大阪にやってきました。紹介します。堀井さんでございます。いいです。堀井さんは、ガズレレの T シャツとか他にもいろいろトートバッグだとか、かつてはねリュックサックを2本入るやつとかいろいろこう一緒に開発して、今大阪にね、はい、お勤めということで、で今日はね、堀井さんが自宅を建てられたということで、奈良ですね。そのお家拝見も小杉さんが大喜びの、そうお家拝田んぼお家田んぼもセットでございます、ね、はい、はい、大阪なら、行こうと思います。これここがお仕事場さん、お仕事場、はい、そうです。スペースっていう、はい、そうです、アパレルメーカー。これ大阪のなんていうエリアですか。東成区。東成区、東中本、うーん、駅でいうと緑橋駅っていう。東京でいうとどういうところになるんですか。こうやじゃあここですごいカフェみたいな、なんかね雰囲気がね面白いんだよね。あ、そうなんです、そうなんです。そうオープンって書いてあるけど、これカフェと間違えて入ってくる人いるんじゃない。いや、2階がね、ショールーム兼小売をしてるっていう。あ、売ってるんですか。そうなんです、だからそこもね今なんか見たっちゃう。じゃあ上がってきます。ヴィンテージな建物。そうです、ヴィンテージ加工です、うん、あ、まあ建物もそうですけど、で上が事務所で、この階段の急激なのはもうなかなかです、うん、そうなんです。ただお邪魔します。邪魔します。ここはだから小売もされていて、で商談とかもここで、商談とかね大体主にそこでやってて、かわいい。ここがそのワークショップとかできるんで。なるほど、一般の方もできる、使えるんで。いいじゃないですか。そうなんですよ、だから、まあ、でもなんか大阪バージョンはぜひ。なるほどね、なるほどね。へえ。天井はなんかこれ補強したんすか。天井剥がしたですね。あ、なるほど。じゃあ鉄骨、本当のこれ鉄骨。あ、そう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 。岐阜の方が焼かれているお皿がここにもねちょこっとこう展示されてるんですけど、ね、普通に可愛い。普通に雑誌とかでやるんですか。
ね、いや、これとか、まあ、私好きそう、北欧チックな感じ、ね、しかもね、リーズナブル、へぇ、ほら、あれこれとか、ちっちゃくイベントかわいい、私がね、地味に可愛いと思ったのはこれ、これなんか、可愛い、これだって600円ですよ、本当、可愛いな。到着しました。わお、これが奈良の生駒にある堀井さん建てたうち、すごい、あれいつ、9月でしたっけ、去年の9月ね、だ1年、はい、い1区1年、うん、すごいすごい、このここも素敵じゃないですか、ほんと、この石もすごいですね、そうなんですよ、こんだけやるのは大変でしょう、確かに、いいですか、すごい、いいな、いや、かわいい、おしゃれ、やらららら、すごい、やっちゃいましたね、これはやっちゃいましたね、まさにこれ、おうち田んぼじゃないですか、ほんと、あ、すごい、オリーブがなってる、あれ、ほんとだ、まあ、それはカットしてくれる、すごい、オリーブなってますね、オリーブなってるんですよ、すごい、すごいな、やっぱりあったかいんだな、そうだね、そうか、長野結構、うわ、めっちゃ広じゃないですか、ほんとだ、めっちゃ広な、どうしようもない、我が家にもこれありますよ、西洋なんて、そうこれ大好き、そう、へえ、すごい、別々、あそこのフックは何かかけられる、ね、ああのタオいいですね、夏場のすごい、楽しみすごいな、すごい、ほらもう ここもね、ここでなんかさ、お酒とか飲んだら最高じゃない、お酒飲むばっかり、かんもん、絶対お酒飲むばっかだね、ここで飲まないんですか、かんもん、一度だったらもう飲んでくださいよそうですよ、もうなんかそこの家のなんかもうリビングで大体、でも見えちゃう、見えるもんね、雰囲気がね、そうね、こんだけ窓が大きかったら、確かに、そうなんですよ、すごい、当然ながら、すごい、朝起きた時のね、こう光の入り感がすごい、これ南がこっちですか、南がこっちです、はい、もう最高ですね、奥様は北欧好きですか、ちなみに、いや、そんなことはないんですけど、なんかこの今日のこの、なんていうの、このお召し物といい、なんかこの感じの雰囲気が、靴だけど、今、スーパーで言っちゃった、でもなんか、建てるんだったらこんな雰囲気かなって言ったら、北欧寄りになってきたって、なるほど、基本的にその、お家を建てるのは、もう奥様のなんかイメージ、堀さんのイメージ、あれです、コンセプトマップを12枚ぐらい作って。うんやっぱりな外観はこれ言って、面白い、お互いで切り抜き出したりとかして、ここもなんてさ、開いてんだよ、本当だ、寒くないんですか、寒くないよね、気密性いいね、今の家はさ、いやほら、ルーバーですよ、私の大好きな、ほら、ここは整理されたっていうことで見てあげないと、こう、こうすごい、ウォークインじゃないですか、すごい、これちょっとすごくない、すごい、そうそう、これもうなんかハリウッドセレブのおうち田んぼ、おうち田んぼにちょっとびっくりしていい、ハリウッドセレブの、しかも旦那さんのばっかりじゃん、そうでしょ、すごいね、すげー、防犯守り神でピーポ君が上にいます、うわー、本当だ、ピーポ君、本当だ、ピーポ君がいる、ちゃんとほら、この箱も残してる感じ。これ本当のヴィンテージとかあるんでしょ？いや、そんな、あれですよ。そんな大したやつはないです。すーごい。すごい。箱、あれですからね。残してるんじゃなくて。うん。入ってるの？入ってる。入ってるの？体一個しかないのに。まあまあ、でもこういうことが、ね、普段のこの、こう、ソロお仕事にね、役立つわけだから。お邪魔しまーす。いやー。あ、これ、すいません。あらららら、これめちゃくちゃ楽しみ、じゃあ皆さん行きますよすごいよ、パーン、わあ、すごい、琉球畳だよ、すごい、そんな立派なやつ引いてないですか、いいじゃないですか、すごい、この天井の高さといいね、テレビボード、わあ、すごい、いやあ、気持ちいい、ガドサンチほどは泣いてるグリーンは、もう、ウンベラーだ、ウンベラーだ、ウンベラーこれ難しくないですか、いや、またでも、道の目だから、あ、そうなんだ、ここまででかかったら安定してんじゃん、そう、結構ね、難しいってね、よく有名ですよねこれね、北欧地区のベンチ型、そう、これ、そうなんですよ、バラせれるんですよね、そうだよね、へぇ、富士ファニチャーやってる、富士ファニチャー、あら、
これは日高具。すごいですね。すごい座り心地が。いや、めちゃめちゃいい座り心地が、ね、あとこの手触り、ね、手触りがね。へえ、これはその今回のこのお家に合わせてって感じですか。へえ、めちゃめちゃ座りやすいな。これ高さもやっぱいいね。うん、それなんかあの滑らか、北欧家具じゃなくて、うんうんうん、日本の方が、うん、分かります分かります。こじんまり日本人は絶対分かります。そう、高さがね、結局ね、座高がね。そうで、この尻の形になってるからそんな痛くないってことですね。そう、これお座布引いてるけど、なんか、うん、分かる、いいんですよね、このね、これがね。へえ、昨日は明治時代家を引いて、そうよ、で、そちらが、そう、キッチンもめっちゃいいじゃん。ほんとだ、木がいいですね。まあでもこういうアクセントパネルの色いいですよね。すごい悩んだんですか。ほんといい色。へー、いいな、いいですね。あの、これがいいじゃない、奥さんの。これ書斎ね。ね、まあ女子は欲しいですよね。なんかこう、たぶん例えばちょっとこう煮物で10分とか15分とかこう言った時に、わざわざあっちに行くことじゃないんだけど、なんかしたい時にここでね、自分のこうテリトリーがあるとね、きっといいんだろうなって。秘密基地や。そう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 。いや、楽しくはないですよ。これが中心にぐるって回る。回れる。なるほど、すごい。室っていうのを。わー、ドラムが置いてある。これ家でドラム叩けるなんて夢のようだね。確かに。本当に？こんな家建てる人いるんだね。わあ。ほんでこれがトイレ1。あ、トイレ1。その1。あ、でも可愛い扉が。本当トイレに思えないね、このトイレその1。うん、で、ここはあの僕のカオスの部屋。うわぁ、すごいカオス。これだけで衣装が入ってる部屋。うわぁ、大変だな。さっきの靴に。ほら、ハリウッドセレブじゃないですか。ほんとだ。セレブみたいな服の俺じゃないんだけど。いやー、すごいね。だってほら、ベルトだけでこう、すごいですよ。ほんとだね。ベルトだけでこんなに、すごいね。いやー、これは大変。でもちゃんとすごい整理されてるよ。こう、シャツで、うん。そうだよ。で、こっちがニットとかカーディガン系で、上もちょっと上着っていうか、羽織る、羽織る、羽織るもので。もう、どうすんですか。すごい。で、アウターがここにあって。ほんとよね。すごいなぁ。じゃあ、こっからちょっともしかしたら整理するかもしれない。っていうか、まだね、ここに収まってないやつある。かわいい。洗面所もかわいい。ほら、ここも一周走れるんだよ。追いかけっこできる。確かに。追いかけっこ。でも、和室を囲むってなかなかないですね。ここがメインベッドルーム、ホテルみたい。すごい。うわ、ほんとだ。これまさにおうち探訪的な感じ。おうち探訪的な。すごい。あー、ほんとだ、ほんとだ。あら、いいですね。で、こう行くわけだ。そっちが、あれ、トイレ2が。トイレ2。これトイレ2。ほんと、扉が可愛い。こっちがメインのトイレかな、大きさ的に扉。老後用の。あー、なるほど。ヘインボーンバレだよ。それが洗面所。あ、いいじゃないですか。グレーがやっぱりいいね。そうね、グレーいいね。で、ここがお風呂場だけど、すごいいい仕組みになってるね。もう私、あの、こういうの結構ね、好き。この、カゴでね。カゴね。ね、ですよね。もう、なんか、インスタとかで、ね。そう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 。こういう。そうそう。やっぱりほら、出さないと、ご自分もインスタで、こうなりましたっていう。いや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 。あ、ほら、今治じゃーん、じゃーん。本当だ。じゃん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 。素晴らしい。へー、あ、で、ここがやっぱりその、なんていうの、作業ね、アイロンかけたりとかできるっていう感じの手ですよね、設定がね。あ、今日お邪魔しました。もう本当に、あの、森江さん素敵なお家建てて、ね、もう本当ね、ほんと、まあ、こういうの見るとすごいよね。すごいね、やっぱね。僕たち古い家に住んでるけどね、やっぱりなんか違うなって感じがするね。とにかくあの、あったかい、あったかい、うん、それがやっぱり現代の家な感じがする。うん、うん、どこ行ってもいいんだもんね。そうね。うちなんかこまめに戸を閉めないと寒いからね。そう。いやー、いいもん見せてもらった。どうでした？いや、もうね、ちょっと
おうち田んぼ興奮しちゃいました、うん、小杉さんも鼻息が荒いよ、ね、感覚がね、なんかこう私が好きな感覚がすごいあるから、そうね、なんかね、すごい見ててワクワクしちゃいました、うん、ありがとうございます。いや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 、素晴らしい、はい、いや今ですね、堀井さんにまあこのお家を建てるにあたってどんな風になんか進めたんですかって話をちょっとお聞きしたらね、もうこれなんていうんですかこの名前、ね、僕はコンセプトマップっていう、コンセプトマップっていうのをね、あのその例えば工務店さんがこういうの作ってくださいよって言ったんじゃなくって、その奥様と二人でなんかもう目でちゃんと伝えられるように、でなんかねこう違うわっていうのは違うわっていうのこう罰をちゃんとね、逆にこういらないっていうものを分かるようにして、でね、ここまでやってきた人はいないってそういうことらしいんですけど、でもこれここまでねやった方がね、なんかきっとお互いにいいってことですよね。そうですね、あのね、後で揉めないし、あの、うん、そもそも大体あの夫婦で揉めんのって、うん、ね、あれが違うとかこれが違うなるんで、できて出来上がってきてからでは良くないしね、 それを事前に回避する、はい、最初の段階でね、はい、もう紙の段階でお話ししとく方が、うん、そうだ、後でちゃんと、そうですよね、そう、後で揉めない、すり合わせをもうできるところまでもうギリギリするってことですよね、はい、ホテルの近くの駐車場に停めて今ホテルにチェックインですが、奈良はすごくいい雰囲気だよここ、なんかここが奈良公園の近所、いい感じ、なんかここすごい観光スポットっぽいよ、うん、すごく綺麗なお店がほら、ね、すごい賑わってて、見て見てここ、わー何これすごい綺麗、なんかジブリに出てきそう、まだやってないのか、あるね、飲み屋さんだね、そうだね、ここもなんかほら奈良土産あります、あ、本当だ、可愛いかもしれない、でももう買うのやめよう、都会観光だね、うん、あ、なんか全部いい店に見えちゃう、あ、これは俺たちみたいに南信州に住んでる人から見るとなんかいいね、そうね、この賑わいは、そうね歩きながらこの賑わいね、そう、いいじゃないですか、ここにほらアーケードもあるよ、あ、ここさんほらお餅つくとこ、あ、なるほど、そうね、早餅、早く餅をつくところだよ、ここほら、今日の分は終わった、今日の分はもう終わった、片付けてる、あの有名な、よくテレビ出るでしょこれ、今日のお宿、スタバが1階にあるんだ、まあ、でもすごいじゃんスタバも、じゃあこれはロビーか、あ、ここが今日泊まること、天平奈良町、あ、奈良町、天平奈良町、わあすごい、わあなんかすごい感じ、これがロビーでなんか茶室みたいになってる、すごいね、へえ。さあ今回最後の宿でございます、なんかドアのさ高さが低いね、確かにね、こぼる感じ、今日の部屋はこちらの310、かわいくない、確かにすごいかわいい、かわいい、じゃあいきますよ、はい、さあどんな部屋でしょうか、あら、お、何これ、すごい和モダンだ、かわいい、広っ、すごいよここ、かわいい、あらららららら、あらららららら、なんだこれ、和風テイスト、かわいい、わあいい部屋、めちゃめちゃいいじゃん、すごい、こんないい部屋だったのガズさん、ここがだから靴脱いで、ここから素敵、めちゃくちゃいいね、うわー素晴らしすぎる、いいね、見てください皆さん、これかわいいよ、ほらは、ボール、洗面所が和テイストのボールになっております、いい、洗面所の代わりにここなんだ、そうで、大浴場があるんだ、大浴場があるんだって、ここ、いやーここ気持ちよさそう、寝るの、あ、じゃあ今日はここで3日間の最後のゆっくりさせていただきます、うん、これディナーに行きますから、うん、はい、楽しみに行きます、はい、今日の晩ご飯ここで見てください、ほらすごいよ、赤ちょうちん、ほんと赤ちょうちんだ、赤ちょうちんです、純平すごい、あ、美味しそう、それでは店に入ってみましょう、はい。
というわけで、この度最後の夜は奈良で乾杯と、はい、堀井さんご夫妻と、はい、すごいいいお店紹介して、ね、本当美味しそう、乾杯ありがとうございます。美味しいか、いいね、じゃあこれで美味しいのとか、あとなんか野菜、奈良野菜、奈良の野菜がたくさん食べられるっていうか、お野菜の刺身とかね、いろいろあるよ、すごいんだよ、刺身とかさ、もう人気店ですごい、ネギ好きの私のところにやってくるわ、美味しそう、ネギ大好き、ネギ大好き、いや美味しそう、絶対美味しい。いただきます。どうですか？ネギだ。辛い。辛いんだ。美味しい。すごいな。ネギって。たたき。たたき。すごい。美味しそう。めっちゃ美味しそう。いいですね。食べよう。今度は桃のたたき。すごい。見てここはほらこんなに焦げて焦げ目がついて。これだってさ鶏肉だもんね。そうだよ。中ここはの生だからね。魚じゃないのよ。マカロンじゃで。野菜の盛り合わせが。野菜的な写真だよ。付け合わせこちらから和醤油、アンチョビとニンニクのペースト、ピンクガーニュ、青唐辛子。のお味噌でございます。なんか何気に食べたくなった締めサバ。この照りがすごい。なんかすごい色いいですよね。奈良は海らしいんだから、この加工サバ。そして、ナス大好き。いや、なんかお母さんと食べた。本当はね。ナスの天ぷら。じゃあ奈良のお酒です。奈良のお酒いただきます。奈良はなんだっけ、日本酒を発祥の地という本当ですかね。諸説あり。これは忘れちゃったな。ヨウなんかリュウっていう。はい。おはようございます。今日は、奈良に宿泊してましてですね。今ねこれ多分興福寺っていうところのエリアだと思うんですけど、なんか今ホテルがですね、ここのあの奈良公園っていうのかな、もう俺全然奈良に詳しくないかわかんないんだけど、ここのエリアのですね、もうすぐ隣にあるホテルなんですよ。で朝なんかね、まあ6時ぐらいにもうお寺の鐘の音がゴーンとかって鳴ってですね、あ、寺の鐘が鳴っているよ、お寺の鐘の音で朝目覚めましてですね、ちょっとブラブラこのスタンド FM。 鹿がいました。おはようさん。何もないよ、俺何もないですよ。カメラ目線の鹿がね、やっぱお辞儀をしますね。おはようはいはいはい、おはよう、よかった。面白いな、奈良って。はい、着いたー。赤ちゃん。最後、渋滞したんです。もう大渋滞。50分ぐらい。びっくりした。さあ、ジムニーの旅。何キロ走ったでしょうか。ちょっとじゃあ、見てみましょう。1284.6キロ、まあ、1285キロですよ。なんと、すげえことになってますよ、本当に。ただいまーということで、はい、部屋に入ってきました、はい、やっぱ我が家はいいねと。いいね。干し柿もちゃんと干されて。そうね。クロちゃんの、亀のクロちゃんもですね、のんびりしてました。いい子にした。ご飯3日間、4日間食べなくても大丈夫だったということで、無事帰宅。いやー、すごい距離でしたけど、はい、お疲れ様。編集もね、これだから最後の動画の最後になるわけですからね、うん、まあ、締めくくりということで、はい、実はね、夫婦でセッションをした後なんですよ。到着してすぐ我が家でセッションした、うん、はい、なんで、まあ、それもちょっとね、あのみんな見てもらいたいんだけど、はい、ここにちょっとだけ差し込みは、はい、はい、そんな感じで、本当にすごいよね。すごい距離だった。モチベーション高い俺たち、うん、しかもそれで走って帰ってきてすぐこの動画撮ってんだよ。そうだね。いやでもそこまではないと、こうなんかこう、まあね、終わり、旅の
帰ってくるまでが帰ってそうここまでが旅です、うん、ということで、お楽しみいただけましたでしょうかと、はい、今回もいろんなことがありましたね。たどうでした、うん、今回だからまたね私が行きたいところシリーズだったからね、もっとかなってありがたかったっていうか楽しかった多分うん、はい、幸せでした。そんな新しい思い出もいっぱい生まれと、はい、またあちこち行こうかなと思ってます。よろしくお願いします、はい、ガズ旅他にもね、うん、いろんなとこ行ってるんでね、再生リスト貼っとくんで概要欄にぜひ見てください。はい、はい、じゃあ今回の旅も一緒に、皆さんもねバーチャル旅行してくれたらいいと思うんだけどね、はい、そんな感じでまたガズ旅もガズレレも、はい、もりもりやっていきます。ありがとうございました。バイバイ。